こんにちは。今回はチューリッヒの近郊路線 S10 という魅力たっぷりの路線をご紹介します。スイス最大の都市チューリッヒ、人口は約40万人、さまざまな公共交通機関が整備されています。その中に S10 という近郊路線がございます。チューリッヒ中央駅から途中のトリームリを経て終着のウェトリベルクを結んでいます。チューリッヒ中央駅からトリームリまでは通勤路線、トリームリからウェトリベルクまでは山岳路線という2つの性格を持っているんですね。航空写真で見ますと地形の違いがよくわかると思います。動画にあるパンタグラフが片側に寄った車両、これ私初めて見たときは頭がおかしくなったんじゃないかと思ったぐらいの衝撃でしたが、こちらの理由については概要欄に動画のリンクを貼ってありますのでご覧ください。終着ウェトリベルク付近には標準機粘着式鉄道では欧州で最急勾配であります79パーミル、日本で言えば箱根登山鉄道と同等の急勾配区間がございます。今回はこの急勾配区間を走る列車をご覧いただきたいと思います。途中駅のリングリコン付近の車窓をご覧に入れます。ここからは薄い峠を越える70パーミルの急勾配が連続します。上り勾配70パーミルの標識ご覧いただけたかと思います。Nächster Halt, Jürkelberg Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen. Danke und auf Wiedersehen. Next stop, Jürkelberg Terminal. こちらは終着駅手前の79パーミル最急勾配区間です。終着駅から400メートルほど脇の道を下り、最急勾配区間に行きます。最急勾配区間を上る列車をご覧いただきます。終着駅に進入してくる列車を待ち受けます。
直前まで急勾配が連続していることがご覧いただけると思います。同業者の人がいました。やっぱりこのパンタグラフ、何度見ても飽きないですよね。Zürich Hauptbahnhof. Im öffentlichen Verkehr gilt die Maskenpflicht. Danke, dass Sie sich daran halten. Welcome on board the S10 service to Ringlikon, Triemlich, Zürich, Binz, Zürich Main Station. On public transportation, masks must be worn. Thank you.
今回は変なパンタグラフと急勾配区間マニアの大好物チューリヒの近郊路線をお届けしました。ありがとうございました。ごきげんよう。